んなユリアを演じられたさくらさんのアフレコ現場での裏話や演じる際に大変だったこと、意識したこと、見える子ちゃんに関わってから起きた不思議なことなどあればお聞きしたいです。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいとのことです。おー、なんか結構さ、いろいろ見える子ちゃんの取材だったりとかでもお話しさせてもらってるんだけどさ、あのこの現場ってさ、来る時にさ、なんかあの隔たりない？わかります。バラすね。はい、今日めっちゃ遅刻したよ。申し訳すみませんでした。ただ違うのよ、アフレコの第1話でも私めっちゃ遅刻したの。でそうそう、雨でね、その日もすごい雨で、まあ、今日も雨だったんだけど、そう今日も嵐みたいな雨が来てるじゃない、結構なね土砂降りで、でもう一個バラすと私も1分遅刻したのね、そうだった、しれっと1分遅刻してて、ね、そうそうなの、で、あーなんかソラちゃんに悪いことしたなと思ったら、ソラちゃんはさらに遅刻してて、そうそう、あでもなんか多分そうなんだろうなってなんか予感してたのね。ああ、ね、私もなんか来る前、まあ、結構その、ちゃんとこう間に合う手で準備してたんだけど、今日はちゃんとこうつけるかなみたいなのをちょっと思ってて、そしたら見事にいろいろあってつけなくて、ね、つけなかったから、ね、やっぱりなんか見える子ちゃんの現場ちょっと、あのいないところでバラしちゃうけど、本田ちゃんがその前回のこのラジオの収録で遅刻してるんですよ。ねえ。いないところでバラしてごめんねなんだけど、そうそう、なんかねやっぱりちょっとこう、そうなの、うわなんかあるのかな、あると思う。しかも始まる前に機材トラブルあったでしょ。あそうね、そういうの多いっすよね。多いっすよ。アフレコの時もね一回、なんかちょっと変わった止まり方したし、落ちたみたいな、そう、あなんか変な感じなんだよな。1話でお祓いしたのにね。ねえ、あのお祓いちゃんと聞いてないのかな。ちょっと疲れてる。それともお祓いしたからこの程度で済んでるって考えた方が。そっちのが賢明だね。確かに。うん、前向き。お祓いしたのに。してなかったらどうなってたんだろう。いや、怖いわ。ねえ。はい。